今日は真川天、自川知ということについて話してみたいと思います。天地一体といいまして、真川と自川一体ですよということを示しているんですけれども、皆さん方は自我で生きる場合にこの世という地に生きるものとなっているんですね。で、皆さん方真我に生きれば即天でございますけれども、皆さん方なかなかその自我から抜けてくれませんで、なかなか天に帰らないのでございますね。だから今天におらぬ者は死んでも天におらないと。今皆さん方が自我から抜けて真我に入らないと、死んでも天にはおりませんよということを示しているわけでございますね。しかし天と地は一体であると、真我と自我は一体であると。で、天は汝のうちにありと、真我は汝のうちにありという意味なんですね。すなわち神の国は汝のうちにありと言ってるんですけれども、皆さん方はもう仮想というこの姿形に完全に目隠しされてしまって、真の自己という真我を全く見失ってるんですね。で、我々の肉眼で見ているものは我じゃないんです。仮想なんですよ。仮想世界と言いまして、その地ということは結果を意味してるわけです。原因というのはすなわち点を意味しているわけでございますね。真我は原因で、肉は結果なんですね。皆さん方は神の国は霊と水の国、この人間というものは何で成り立っているかというと、霊エネルギーと質量で成り立っているんです。で、その人間という姿形はこのエネルギーと質量の結果なんですね。で、神の国は霊と水の国ですから、このエネルギーと質量はどこにあるかと皆さんの中にあるんですよ。このエネルギーと質量がなければ皆さんという形は存在できないんです。だから人間というものは何かというと、エネルギーと質量、霊エネルギーと質量の結果としてあるのであって、だから人間というものは原因ですか結果ですか。人間は結果なんですね。結果なんですね。結果なんです。これは原因なんですね。原因、この原因世界のことを皆さん方は天と呼んでるわけですよ。だから天は汝のうちにあるんですよと、神の国は汝のうちにあるんですよと。うちは神の国なんですね。だから天は汝のうちにありと、この神の国のことを天と呼んでるわけですから、天は汝の手よりも足よりも近いということなんですね。このことを皆さん真我と言うんですか、義我と言うんですか。真我ですね。真我は外にあるんですか、内にあるんですか。皆さん、真我の世界は神の国なんですよ。自我の世界は この肉体のことを真我と言います、義我と言います。は、自我ですね。自我なんですよ。自我は天ですか、地ですか。地ですね。真我は天ですね。じゃあ天はどこにありますか、我がうちに。で、皆さん方この自我から抜けてくれないんですよ。だから天には住んでないですね。自我で生きてますから、地に這うものとなってるんですよ。自我で生きてる人間は天に住んでます。仮想世界に住んでますね。だから天に返すも返さないもあなた次第ですよ。自我で生きるか真我で生きるかなんですね。大天と言いまして、これは無限大ですよ。普遍世界ですよ、ね。神の国はどこにあります、我がうちに。天は汝のうちにありと。内は天、外は地となっているわけですね。で、この地に生きているものを地獄というんですよ。結果の極益ですから地獄。